はい、どうも、アニモです。お待たせしました。前回の続きですね。前回はここのお花模様までやってきました。で、今回はね、ここの持ち手部分。これも一番最後の色がこういう濃い色で、いい感じにね、こう、チコマカチコマカ、こう、手で縫うたんかみたいな模様になったので、これもいい感じに、柄が出るんじゃないかと思います。なので今日はね、前回の続き、ここから先の持ち手部分と仕上げをやっていきたいと思います。そうしたらここから今度、あと、白のところがぐーっとくるので、そこを持ち手にしていこうと思ってます。まず、この底と同じ模様をね、上側でも出していった方が、ちょっとお花が目立つかどうかなと思いながらやっていこうと思ってるんですけど、今、ぐるーっと回ってきて、裏からこの最初の頭に引き抜いたところです。ここからまた、この、よいしょ。ここと同じことをしていくんです。そこの最初に細編み、鎖編み、細編み、鎖編みってしてきたね。この底に糸つけた次の段ですよ。そこと同じことをしていくんですけど、その時に向こう側半目に今度はやっていきます。ここにラインを出したから上にもライン出そうと思って、それでやっていきたいと思います。まず鎖編み一つで立ち上がります。はい。そしたら一目目。一目目の頭2本じゃなくて向こう側の半目ですね。向こう側の半目に細編みを編みます。で、わからなくなる人は、ここにリングですよ。しときましょうか。ここですね。はい。針にかかってる子の下のこの子たちを包んでる子、2本のところにリングしてます。そしたらここから鎖編み。で、鎖をしたら、一目飛ばした次のここの子の向こう側半目だけに鎖編み、細編み。したら鎖、一つ飛ばして向こう側半目に細編み。鎖、一つ飛ばして向こう側半目。これでね、一段まずやってきます。で、次の段の時にまた説明するので、一目飛ばしながらね、細草言うてね、編んできてください。はい、じゃあもう、わかるやろうと思って、最後の細編み、鎖編みまで来てます。で、細草来たら最初の頭に引き抜きです。わかりますね？もう、一目飛ばしてやってきた。一番下の段と一緒です。そしたら、最初の頭にリングのところに引き抜いて、上を押さえていく。で、鎖編み一つで立ち上がって、で、また鎖から始まるから、もう一つ鎖編みをする。で、一目目を飛ばすね。このリングちゃんとこう飛ばします。でも、わからなくなる人は、この鎖編みをね、束でごっそりと、こうね、リングしといてください。はい。そしたら、まず、この一つ目は飛ばして、次ですね。ここ、一段目の細編み、この子に入ってて、この次、ここ何にも入ってない鎖ちゃいますね。ここの向こう側半目。この時は向こう側半目だけ。いつもやったら、下の段の時やったらね、これの下、この板になすくって言うとったけど、この2本は取らない。向こう側の1本だけ。ここに細編み。そしたら鎖編み。次ね、この1目飛ばしたとこ、ここ2本あるうちの向こう側だけ。ですか？ここの次の2本あるうちの向こう側だけに針を入れて、で、まあ1本残ってる感じね。ここで細編み。で、鎖。で、次また向こう側。2本のうちの向こう側だけに針を入れて、細編み。いけますか？鎖編み。で、次の細編みが入ってる足の次ね。2本あるうちの向こう側。これを繰り返していきます。はい、じゃあまたぐるーっと回ってきました。このね、ここのお花終わって次の段から、今2段終わって、終わりらへん。終わりらへんで、今細編み編んでるから、鎖編みして、またここのね、一段下のこの2本あるうちの向こう側半目に細編みです。色はね、もしかしたら力加減で違うかもしれへんけど、編み方はね、こんな感じでやっていってもらったらいいです。なら最初の鎖編みの束のところに引き抜き、引き締め。で、鎖編み一つで立ち上がります。そしたら、よいしょ。一つ目のところね。この、ここ、今引き抜いたのがこの子の一段下に頭2本がいます。この段から普通に頭2本を取っていきます。ここに細編み。で、鎖編み。そしたら次。この大きい V と大きい V の間に横棒いますね。この下にズボッとまっすぐ入れたら、裏側の1本も取れます。よいしょ。ここになるんです。わかります？裏側。ここ。
この、こう見たら針の上に今2本かかってますね。ここです。ここに細編み。ちょっと長い細編みね。で、鎖編みをしたら次またここ。スポット刺したらね、ちょうどこの間にスポット入ります。この子わざわざ取らんでいいからね。この子は違うから。よいしょ。ここで、開いてよく見たらここに頭2本がいます。こことここね。ここでいいです。これを、この一段また続けて、何段いこうかな。ちょっと、せやね、この段、1、2、3、4段いこうかな。今これで、3段目です。この3段目が終わって、次の段、またもう1段。全部でこの、お花終わった次からね、4段分同じことしてこようと思います。はい、じゃあ、ぐるーっと編んできた後に、ね、このここの1、2、3、4段ね、編んだ後に、とりあえずね、ここ、ここが最初の頭に引き抜いたところです。この状態でまず、どんな感じでもいいか、とりあえず半分に折ってみる。こう半分にね、ちょうど半分かなっていうところで折ってみる。そしたら、一旦ここにリングします。こっちはまだ後でいいです。まずここにリングします。で、このリングする横のとこなんだけど、できたら、細編みの頭、細編みの頭、じゃなくて、その間のこのね、こいつの一段上、鎖をしてたところ、ここの方がいいです。細編みの頭よりね、ここの方がいいと思います。で、これができたら、まず、アニモの場合は80目です。違う人は他で計算してくださいよ。アニモの場合は80目なので、まず80目からこの子とこの子のところの分、2目引きます。ということは78目になりますね。78÷2、39です。そしたら、まず、この子から、この子の次の目を1、2って、これね、ハロウィン先取り。流れたみたいな怖いやつでしょ。ハロウィン、折れただけです。はい。はい。それで、このリングの次、ここを1と数えて、まず39個開けて、その次のところにリングします。そしたら、こっちこの辺数えにくいけど、こっちも39になるはずなんです。ね。そしたら、今度は39からこの子の分、一目引きます。じゃあ38ですね。で、それを2で割る。じゃあ19です。そしたら、このリングの次の子から1、2って数えて19。で、これ20個目にリングしてます。じゃあ、こっちから数えても、このリングの次から1、2数えて19。その次にリングがついてるっていう形になってます。で、こっから数えるのはちょっと至難の技なので、こっちのリングから、リングの次から1、2って数えて19個目のところにリングつけたら、ちょうどここがね、こうセンターになるんです。で、ここから持ち手を決めていきましょう。で、この、ピンクちゃんもなんですけど、こっち側で鎖の上につけてくれてたら、ここも鎖の上につきます。反対側も一緒です。鎖の上についてます。この形になった方が持ち手がちょっとね、しっかりするので、こんな感じでちょっとやっていきたいと思います。そしたら、ここからは持ち手を好きな幅分で作っていきたいと思います。まず、アニモやったら7個開けようかな。2、4、7個目。7個目にリングしようかな。2、4、7開けたところ。8個目やね。8個目にリングすることになります。そしたらここも、大きい細編みと大きい細編みの間の鎖のところに来ます。1、2、3、4、5、6、7。で、次のところにつけてますね。なら今度反対側も一緒です。リングの次から1、2、3、4、5、6、7、8個目。ここにリングをします。そしたら、ここも鎖の頭に取れてます。わかります?細編みの頭、細編みの頭、その間の子。ってあったら、反対側も同じようになります。で、反対側も同じように、あと2個ね、これつけてください。こっち側とこっち側です。これはね、こっち側から見ながらつけた方がいいですよ。こう見て、こことここにつける。ね。7個開けたとこ、7個開けたとこ。5個が良かったら5個でもいいです。何せ離したところに、の鎖編みの上で、リングした方がいいです。それを左右対称に作ってください。そしたらこの幅が持ち手の幅になります。いいですか?ちょっとややこしい言うてること。もっと簡単に考えると、もうここはいらないんです。ね。もうこのセンター最初に見たところはもういらない。で、この、ここのピンクちゃんももういらないよ。いいですか?で、今度この緑ちゃんね。緑ちゃんをこことここ。色は何でもいいよ。こことここ。向こうと同じだけ。7個離して8個目、8個目言うたら今度これを外してください。わかりましたか?
じゃあ頑張って持ち手のところの印をしてみてください。はい、そしたらリングね、同じようにつけれましたかね。はい、で、あの偶数の目数の人やったらこうやって計算をしてもらうと、こういう風にねついてこれたと思います。そしたらここからね、よいしょ、またやっていきますよ。これね、この引っ張ってあの動く方が針の手前に来ますからね。よし、はい、じゃあここからもまた一緒なんです。ここは最初に細編みが来る段ですね。最後に細編みが来てます。だから細編みから始まるので、まず引き抜いた状態なので鎖編み一つで立ち上がります。そしたらこの一つ目ね、一つ目のところの真下のこの子、この子の下から細編みです。わからなくなる人はこの時にリングです。ここにリングね、アニモはもうしないからね。はい、鎖一つ。そしたらこの大きいとこ飛ばした次の子ね、ここ。ここに、よいしょ、長い細編み、鎖。次、ここに長い細編み、鎖。長い細編み、鎖。そしたらリングのとこまで来ました。リングは長い細編みを編むところです。ですか？じゃあリングの下にまずここリング取りますね。よいしょ、ここにまず長い細編みをします。分からない人はね、またここにリングしといてもらったらいいと思います。この子の頭にここからね始まったよってことで、でここからこの間、アニモの場合で真ん中にリングがあって斜め斜めで7、2、14と1、ここの真ん中の足して15目ここ空いてるはずなんです。だからアニモの場合で15回鎖編みをします。1かけて抜くだけね。2、3、4、10、15、はい、15回鎖編みができたら、次このリングちゃんとこね、リングちゃんのこの下の段です、ね、リングちゃんの下の段ありますね。リングちゃんここに入っとったけど、よいしょしょしょ、リングちゃんここに入ってたけど、この一段下ですよ。ここ。大きい細編みを作ります。長い細編みね。ちょっと待ってよ。よいしょ。ちょっと待って。こうやって、長い細編みをします。で、また分からなくなるんやったら、この頭にリングしておいてくれたら、分かりやすいんかなとは思いますけど。はい。そしたら、ここからまた一緒です。鎖編みをして、次、一つ飛ばして長い細編み。そしたら、鎖編み。そしたら、長い細編み。はい。こんな感じでずーっとぐるーっと来てもらって、反対側も一緒です。ここ一段下の細編みをしたら鎖編みを15回して、でまた一段下の細編みをする。で最初のところまで戻ってきて、引き抜くところまで頑張ってねやってきてください。もうゴールが見えてきたね。これが持ち出ちゃうよ。上もうちょっと分厚くなるからね。はい、頑張りますよ。はい、じゃあぐるーっとね、ここに持ち手と持ち手ができてぐるーっと回ってきました。もうね、生ビールにしか見えんのじゃ。生ビールの色よ、これね。生ビールの色。はい。それだけ。それで、今最初の頭に引き抜いたところです。最初のね、大きい細編みの頭に引き抜いたところです。なので、この段は鎖から始まります。まず立ち上がりの鎖一つ。で、この大きい細編みの上を通過するための鎖を一つ。わからない人はここにリングしといてください。ちょっとリングしとこうか。こういうね、鎖束でリングをする。そしたら次、この大きいやつの上は鎖作ったので、この横ね、ここの子に一段下に長コマです。で鎖、次長コマ、もうこれはねお手の紋になってきましたかね。ここに長コマ、鎖で、ここに長コマ。そしたら、このリングしてたとこの、わかりますか、これ細編みの頭にリングしたので、この上は鎖です。もうリングいらんよね。いらんよ、何やったらしてなくてもよかったぐらい。まあいいか。はい、鎖一つ。そしたら今度、この鎖編みの裏に、鎖をしていきます。鎖編みの、ひっくり返します。これをこうやって。じゃあこのテボテボ折る、センターにね。これが、よいしょ、裏山なんです。この頭、ここは今、細編みね。細編みの頭。この次の子がここですね。この子をひっくり返したら、ここに一本いますね。ちっちゃいの、一本。この子たちを取っていきます。まずこの裏向けたこの裏山の一本ですね。この一本のところに針を入れて、ここに細編みです。
そしたら鎖編み一つで裏山を一つ飛ばして、いいですか、ここにあんだから一つ飛ばした裏山の次の子、ここの裏山に今度は細編みを編みます。ここですね、よ。そしたら鎖一つですか。そしたら次この一つ飛ばしてここに細編みです。これをね、この、持ち手のところを繰り返して、で、あとは一緒ずっとねやってくるんですけど、これこうやってみたらほら鎖の目がちゃんと残ってるの分かりますか。ねじくれずにちゃんと残ってますね。これを残しながらやっていきたいので、こんな感じになります。細編みしたら鎖、ちょっと端までね同じことするんで、ちょっと早送りしますよ。はい、じゃあ今ここ鎖して一つ飛ばして最後のこの裏山ですね、ここによいしょ、この一本のところに細編みです。ちょっと待ってよ、この裏のこの一本とかね、よいしょ、ここに細編みです。そしたらリングしてたとこは細編みの頭なので、ここの上に鎖がきます。だからリング別いらんかったいうやつですね。ならさっきの細編みの頭の次のとこね、細編みの頭、さっきリングしとったここの子の頭にしてたから、次この子の横の大きい細編みで鎖編みで、次大きい細編み鎖編み、これを繰り返していきます。いいですか、こんな感じで今持ち手ができてきてます。これを同じようにずっと回ってきて、でここみたいにね、また裏山を取りながら細鎖細鎖、これ今こう編んできてるけど、この裏側よく見てくださいよ、鎖ねじれず綺麗にねできてきてます。ここがねじれてたりおかしくなってないように確認しながら、また一周ね回ってきてください。はい、そしたらまた一周ぐるーっと行ってきました。こっち側の持ち手の上もね、コマ草コマ草やってきました。いけましたか、こんな感じです。で最後の大きい細編みをしたとこなので、最初ここ鎖2つやったからね、ここに引き抜いて、今細編みで終わったので、この段は細編みで始まります。鎖一つで立ち上がって、で最初のところね、最初のこの一段下に細編み、それができたらリングです。そしたらここからまたずっと一緒なんです。できますね、細鎖ここ細鎖、持ち手のところももうこのまま、あの何食わぬ顔して同じように言ってください。コマ鎖コマ鎖コマ鎖なら、次はこの隙間ありますね、この隙間、隙間のとこによく見たらこの鎖の裏山がいるんです。ここにちょびっとおるんです。これが取れる人は頑張ってここ取ってください。この1本だけ、この1本なんですけど、よいしょ、この1本だけです。裏見たらこう鎖がねねじれずにこう来てる、これ確認して裏1本が取れる人やったら取って細編みで、次鎖編み、そしたらこの今細編みここ入ってるね、足この横のここ裏側鎖で、ここ1本ポコッと見えてますね、ここここに行けるならここよいしょ、この1本だけなんです。ホップホップ君だよ、ここは鎖編みが見えて、この上の1本、裏側から見たこの1本、ここに細編み鎖編み、ちょっともうちょっと見やすいように見てみますね。今ここ細編みで、これ細編みの足ですね、ここも足ですね、この間のここに見えてる1本です、この子、裏側にはこの鎖がいますね、鎖の裏側にあるこの1本、ここを取ることになります。こうやってこの1本だけ、そしたら裏側にはちゃんと鎖が残ってるね、こんな感じでここを取っていってるんです。それでもう難しかったらもうちょっとね気にせんとこの隙間取っていくなりでもいいんですけど、ちょっと穴開きちゃんになるから、できるならこの裏山の1本をね取ってやっていけたらいいんじゃないかと思います。ここだけちょっと頑張って、無理そうならもう穴開きでもええわ言うて鎖を束ごと取ってやっていってもらっても大丈夫です。でさっきふーっと思いついたんだけど、後で黒とか何色でもいいけどステッチつけてここだけ
生ビールとかにしたろうかな。いや、嬉しいアニメだけや。やめとこうか。やめとこうか。ね。これでも、ジョッキの絵をこう何個か描いたら、それは可愛くない？可愛くない？そうかな。こうね。この辺なんかちょうどここ、ちょっとほら、段が変わってるからさ、ここに描いたら、こうちょっと生ビール、美味しそうに泡溢れたみたいになるよ。ねえ、また今度は生ビール作ろうかな。はい。そしたらこの段はちょっと苦戦するかもしれないけど、頑張ってね。一周ぐーっとまた編んできてください。ちょっとここだけもうね、ニヤニヤしながら生ビールの絵ばっかり考えて、ニヤニヤしながらここまで来て、はっと思ってね、ここちょっとわからん人おったらと思って、今ここまでずーっと来て、今ここに細編み鎖編みを編んだとこです。そしたら次取るところはこの下ね、この付け根のところ、ここを取ることになります。この細編みの頭、大きい細編みの頭、ここです。ここを取ることになります。で、大きい細編み、鎖編み、そしたらここからは一緒です。裏側も一緒です。ここだけちょっとね、ちょっと見にくかったらと思ってね、ニヤニヤしとう場合じゃないと思ってやりましたよ。はい、そしたらまたね、ぐるっと一周ね、このまま反対側も同じように、ここだけちょっと頑張ってください。こんな模様になってくるからね、裏側もちゃんと鎖がこう取れてる感じになって、穴ぼっこも開かない感じなので、できたらね、頑張って裏山取ってきてください。はい、じゃあ一段編んできました。で、最後の細編み鎖編みが終わってる最初の細編みの頭、このリングしてたところに引き抜きます。はい、引き抜いたら上を押さえてグーですね。そしたら鎖編み、ここは2つです。今さっき細編みやったからね、よいしょ。最後鎖で終わったから、ここ鎖で始まる段、まず一つで立ち上がる、鎖一つで立ち上がったらもう一つ鎖します。で、わからない人はまたここにリングですね、鎖の束ごとリングです。はい、そしたら一つ目じゃなくて、このね、一つ目の足、大きい足のやつの隣のね、ここに大きい細編み、長い細編みか、鎖、長細か、もうむちゃくちゃや、長細鎖一、そんなん言うてなかったな今まで、長コマ臭い地球にここで言うてもう終わりですわね。このまんまこれずーっと、ここも一緒です。ここだけちょっとやろうか。ならまず長コマ臭い地ね、次はここの隣、これの一段下です。ここもうでもね、見ていけると思います。長コマ臭い地、次ここ長コマの横の子ね、ここ取る、これ長コマ臭い地、一緒ですね。もう全然わかると思います。じゃあこのまままた1段切って、2段いけるかな。2段いって最終1段もう引き抜き編みで終わろうかなと思います。そしたら多分バランス的にもいい感じじゃないかなと思うので、今からこの1段いって、次の1段も細編みから始まるところですね、次の1段はね、そこもちょっと頑張ってやってきます。はい、じゃあ今ここまでずーっと来て、アニモの手の具合でいくと、めっちゃいいぐらいにこうね、トントントンと来たけど、人の編み方加減によって、ほんまに色の出てき具合は違うと思うけど、上手にね、グラデーションにしてくれてる糸なので、まあ、上手にね、色が出てきてたらいいなと思います。で、今最終の、ここですね、細編みで鎖編みを編んだところです。そしたら、この最初のところにね、引き抜きます。よいしょ。引き抜き、引き抜き、ぐっと引き締める。そしたらここから最終段です。1段引き抜き編みをしていきたいと思います。今これね、一目目にリングついてるんだけど、ここじゃなくてこの次、ここから引き抜き編みをしていきます。まずこの次の目、今さっきのとこね、ここの頭に入れようと思ったら大変なんですよ。裏山また割って入れなあかんから、この下でいいです。この鎖を束ごと取ってもらっていいです。ここでかけて引き抜き編みです。なら引き抜き編みの一目目、今この針にかかってるこう包んでるこの引き抜き編みの頭ですね、さっきの。ここにはリングをしといてください。戻ってきた時ね、ちょっとわかりにくいと思うので、ここにリングしといてください。そしたら次は細編みの頭。細編みの頭2本のとこに針を入れて引き抜き編みです。次は鎖を束ごと取って大丈夫です。間にね、ちっちゃいチョビおるけど、チョビより右側ね、ここです。ここに、引き抜き編み、次、頭2本のとこ引き抜き編み。次は、ここの際に入れたらいいです。このチョビは、この次の細編みの頭の裏山なんです。だからこれよりは右側ね、
このちょうどこの間、ここに入れます。ここで引き抜きなら次ここ頭2本、これをね繰り返していって一周引き抜き編みをしていきたいと思います。もし長さ足りひんわっていう人とかやったらもうどっかでね一段調整してもらうとかになるけど、まあちょっとアニモでも何メーターか2メーターぐらいは余るかな、1メーター2メーター余ると思うので、ちょっと緩い人でもね糸を一玉で足りてたらいいなと思います。はい、じゃあ頑張ってね一周引き抜き編み最終です。気合入れて頑張りましょう。はい、じゃあ今細編みの頭に引き抜いたとこで、あとここのね鎖の下、この大きいこの横ね、ここに引き抜き、あ、ごめんなさい、引き抜き編み、それができたらあとはね最初の頭にチェーンつなぎするだけなので、糸始末できる分とね、糸始末できる分と、チェーンつなぎする分ぐらい、15センチから20センチぐらいかな、10センチの人もおるかもしれないけど、で切る、切ったら糸をスーッとこのまま針から外します。抜きますね、こうね引っこ抜きます。でこれを針に通しますね。よいしょ、もう終わりだよ。はい、そしたら最初のリングしてた一目目の子、この子に下からこう頭2本のとこに針を入れますね。もうこれいらんね、よいしょ。それでスーッとこうね出してきたら、今ここから出てきてる糸なんだけど、ここと同じところに針を入れて戻す。その時ね、裏側は塊でごっそり取ってくれたらいいです。ですか、ここから入れて裏はごっそり取った、この辺に入ってます。はい、そしたらこの子を裏に引っ張り出して、このね今鎖編みを一目作ろうとしてるんですけど、こう他の子と大きさが同じくらいになるようにこうちゃんと引っ張って、これができたら裏で糸始末をします。糸始末はね、ちょっとこれ色がいろいろ変わってるから、色のね目立ちにくいところ、こういうところでこうちょっと糸始末してあげて、目立ちにくいとこ、目立ちにくいとこ、色の同じとこを通ってあげてくださいね。こんな感じです。よいしょ、ならまたこういうところ通ったりとか、いろんなとこ通って2、3回ねこうくるくると同じとこ通ったらこれで OK です。よいしょ、でまた根元で切ります。はい、お疲れ様でございました。これでバッグができました。よいしょ、ちょっとカメラ上げて、いい、よいしょ、こんな感じですね。お花入れて、こっち側がちょうどね、アニモの場合、この辺で色変わったり、この辺で色変わったり、この辺で色変わったりってしてるから、これを裏にしようかな。そしたらまあ綺麗な感じでね、色が変わってます。どっちでも向き好きな方にして、飾りをつけるんやったらまた適当にね、飾りつけてあげたりとか、そうやね、アニモはこの辺に、横側にビールつけたろうかな。いや、横側は違うな。ちょっと悩むけど、やめとこうか。こんな感じです。で、一応ね、サイズだけ測っておきます。まあ、編み方によって多少前後はすると思うんですけど、よいしょ。まず、バッグの底部。底は、よいしょ。19センチくらいですね。19.5 かな。19.5 センチくらい。で、奥行きは10センチになります。で、高さ。よいしょ。高さね、一番上のところまで測りますね。ここからそこの分まで、よいしょ、まっすぐして、ちょ、まっすぐして、19センチっていうところですね。19センチないか。ほっ、ぴっちりにしたら18センチ、18.5 センチって感じです。で、これをぺったんこにした横のサイズで言うと、22.5 センチ、23センチかな、23センチぐらいになってます。結構ね、しっかり荷物も入れれると思います。よいしょ、はい、それじゃあね、こんな感じでお花自体はめちゃくちゃ簡単にこれ編めるので、お花に見えますか、大丈夫ですか。なのでよかったらね、一玉で編めるし、頑張って編んでみてください。そしたらあと飾り付けはお好きにねやってください。はい、それでは今日も長い間ご視聴ありがとうございました。